はい、ゆうすけです。今回は、ワンピース絆ブーストカードバトルのパックを10パック購入したんで、開封したいと思います。これは10月3日2015年の10月3日に発売して、1パック200円プラス税で、ワンピースの絆ブーストカードバトルのカードが、6枚入ってます。はい。で、前回ガチャガチャ自販機でゲットできるこのカードの方を紹介したんですけど、その時トレクルのシリアルコードがついてるってことを言ったんですけど、パックの方にもついてあるそうですね。ここに書いてあります。トレジャークルーズ専用シリアルコードもついてるって書いてありますね。はいはい。で、今キャンペーンやってて、この絆ブーストカードバトルの対象商品500円以上お買い上げごとに、プロモーションパック1パックプレゼントになっているそうです。はい。で、対象商品はこのパックと、第1弾スターターセットですね。はい。で、キャンペーンはやってるお店とやってないお店あるみたいなんで、はい、確認した方がいいですね、公式ホームページで。はい。で、僕の買ったお店はそのキャンペーンの対象のお店じゃなかったんですけど、公式ホームページで確認したら、まあ一応店員さんに確認したらもらえたんで、はい、まあどっちにしてもとりあえずまず買う前に店員さんに確認した方がいいですね。はい。じゃあ開封します。はい。で、カードの種類が全58種類で、グランドレア10種類、レア18種類、ノーマル30種類です。というわけで、グランドレア狙っていきます。で、シリアルコードの方なんですけど、自販機の方が、シャンクスの見習いか、ベンサムか、ブルックのランダム1体だったんですけど、今回もどうなんですかね？一緒なんですかね？お、入ってます、カード。で、これがシリアルコードですね。あ、同じですね。パックの方もシャンクス見習い、ブルック、ベンサムのどれかですね。はい。よしよし。これは嬉しいですね。トレクルやってる人は多分ワンピース好きな人なんで、まあカードも嬉しいし、トレクルのコードも嬉しいですよね。はい。じゃあ紹介します。シーザー。コラソン。キンエモン。ロロノアゾロ、ブルック、ベラミー、あ、持ってますね。あの自販機の方で出ました。これレアなんですけど、結構かっこいいんですよね、光り方が。神綱嵐。はい、じゃあ2パック目。いや、グランドレアが10種類あるんで、この10パックで1枚は欲しいですね、やっぱ。はい。で、コードの方はシャンクス見習いが欲しいですね。で、これはコード。ブルーギリー、ラオジー、レオ、シュガー、ハックで、レアのトレーボル。パックの方はレア以上確定なんですかね、1パックで。自販機の方は、まあ、3枚付きだったっていうのもあると思うんですけど、全部コモンっていうのもありましたね。コモンっていうかノーマルか。はいはい。じゃあ3パック目、一応最後にシリアルコードも全部読んでから、はい、その結果も報告しますね。はい。はい。ブルーギリー、サイ、サンジ、シュガー、コアラ、お、レア、
レベッカのレア。あ、なかなか来ないですね。スーパーレアもなかなか来ないですからね。あ、スーパー、はい、4パック目。あ、スーパーレアなかったですね。レアとグランドレアとノーマルでしたね。しまった、間違えた。はい、でこれシリアルコード、フラミンゴ、ベビーファイブ、シーザー、お、ロー来た、かっこいいな。グラディウス来た、グランドレア。これちょっとスーパーレアと勘違いしてましたね。はい、これはグランドレア。キャベンディッシュ、全部光ってるんですよね。全部光ってからのラメが入ってるっていう。はい、オッケーオッケー。はい、5パック目。はい、ブルーギリー、ルーシー、バイオレット、ハック、トニートニーチョッパー、お、サボ、のレア、小さい頃のやつですね。はい、はい、じゃああと5パックですね。もう1枚くらい欲しいですね。グランドレア。はい、セニョールピンク、キンエモン、レオ、イデオ、ブルックで最後ですね。お、来た、おー、ゾロのグランドレア、かっこいい。俺で我慢しときな、ソプラノ野郎、出ましたね。はい、パックはレア以上確定なんですかね、やっぱ。ってなるとパックの方がいいような気もしますけど、その分シリアルコードがいっぱい来ますね、あのガチャガチャの方は。はい、ルーシー、ジーザス・バージェス、シュガー、ニコロビン、コアラ、ディアマンテ、ノレア。はい、ラスト3パックです。サボ出てないですね。サボも映ってるんで、ここにサボも欲しいですけど。お、マンシェリー、かわいいですね。ベビーファイブ、セニョールピンク、バスティーユ、ウソップ、お、ルフィ、小さい頃のレアですね、光ってます。はい、ラスト2パックです。レアとかグランドレアはそこまで被ってないんでいいっすね。コモンが結構被ってる感覚がしますけど。はい、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴ、ジーザス・バージェス、サイ、ニコ・ロビン、グラディウスで、キュロスのレア。はい、じゃあラストですね。グランドレア来ないかな。
マンシェリー。サイ。お、光ってますね。モモの助。サンジ。コアラ。あーっと、はい。バルトロメオのグランドレアです。あ、結構グランドレア出ましたね。はい、というわけで、10パック開封した結果のレア以上は、キロス、レア、トレーボル、レベッカ、サボ、ディアマンテ、モンキー・ディ・ルフィ、ベラミー。で、グランドレアがロロノア・ゾロ、バルトロメオ、キャベンディッシュでした。はい。じゃあ、シリアルコードの方、全部入れてみます。はい。というわけで、全部、シリアルコード入れました。正直、全部、シャンクスの見習いでいいですね。はい。じゃあ、開きます。あ、やばそう。ちょっと、じゃあ、全部受け取りますね。はい。全部受け取った結果は、ブルク3体、ベンサム、4体、シャンクス3体でしたね。343。ダブルプレイみたいですね。はい。でも、シャンクス3体なんで、結構いいですね。てか、これうまいですね。1体だけシークレット、レア、ドロップ率低い、イベントのキャラっていうことで、これ買っちゃいますよね、また。また違うシリーズ出たら。第2弾とかで、まあ、イベントで普通にドロップするキャラ2体に、1体、レア枠のドロップしにくいキャラのどれか、シリアルコードゲットできるみたいなあったら、また買っちゃいますよね、これ。カードもかっこいいんでいいんですけど。はい。というわけで、絆ブーストカードバトルの開封動画とシリアルコードを入力した結果でした。ご視聴ありがとうございました。